成田空港についてもっと知ってほしい。この番組ではいろいろなもの、ことと空港との関わりをご紹介します。今回も空港と PR についてお届けします。この番組は成田国際空港株式会社の提供でお送りします。 NAA 広報部が制作している成田空港の広報誌空港だより、紙面を通じて成田空港のさまざまな取り組みや空港周辺の魅力的なスポットなどを紹介しています。 NAA が発行している空港だよりは、成田市や富里市をはじめ空港周辺の市町に配布しています。今月新春号を発行しましたので、ぜひご家族で楽しんでいただきたいと思います。新春号では私が取材した成田ファームランドを紹介させていただいています。成田ファームランドではいちご狩りの収穫体験や四季折々の花を楽しむことができるなど、自然と触れ合うことのできる施設なので、老若男女が楽しむことができます。これからも空港周辺の魅力あふれるスポットやイベントを紹介していきたいと思っています。空港だよりはこれからも成田空港や周辺地域の魅力を発信してまいります。